今日は尻尾が切れた状態の忍者です。はい、はい、の三段だね、うん、はい、ほらそう尻尾切れちゃったんですよね、うん、これいきなりだね、なんか見たら尻尾がほらなんか中途半端なところで切れてて、これなんか土っていうかそのね、うん、あの床材がくっついてるんですけど、うん、なんで切れちゃったんだろう ねでこれみんなで写真撮って、うん、そうだね、うん、ちょっと大騒ぎになった、大騒ぎになりましたね。そう、そのリンちゃんなんですけど、なんとほらこれねちょっと苔の下にリンちゃんが潜ってるんだけど、何してんだろう。卵、卵、そうなんです。リンちゃんがですね、卵これ産む瞬間取れんじゃないかと思ってずっとカメラ回してたんですけど、このカップの下に潜っちゃってね、うん、でもねこれよく見てて、こうちょっと白いの見えない、ほらこれ、ほらこれ、これもしかして卵かな、ね、なんか出かかってるような感じだったけど、潜っちゃった、そうな、潜っちゃったんですよ。でそれからしばらくしてカップを開けてみると、あ、カナヘビの卵、何個？4個、綺麗な卵が生まれてたんですよね、うん、はい、あ、これね産んだ直後のリンちゃんですね、はい、ね、ちょっとくすんだ感じになってるね、色がね、疲れたんだろうね、うん、大変だもんね、うん、さあその卵、うん、ちょっとね、ヤギの皮を描かないとね、そうなんです、肺がね上の殻の上にくっつくまでは多分ね多少動いても大丈夫なんですけど、しばらく経っちゃうとその肺っていうの、この生命の命の源みたいなのが上にくっついちゃうのね、卵の上に、だから上下移動させない方がいいっていうことみたいです。でこれですね、これどう、10日の卵、こっちの方が一番でかい、大きいよね、やっぱ大きくなってるよね、うん、でね実はその2日後にもまた卵、誰が産んだか分かんないんですけど産んでたんですよね。そしてこれが今回の合計、はい、12個生まれたんですよ。でね最初のやつをよく見ると、赤いのこれね、もしかしてなんだろう、肺、肺、はい、これが肺なのかな、 ね。さあその次の日なんですけど、出産した、これどういうこと、リンちゃんを噛んでる、カイ君、カイ君がリンちゃんをね噛んでるんですよ。これ交尾の前兆というか、ここから交尾に多分入るってことなんですけど、ね、あ、ちょっとだけど、うん、ちょっとあれ噛み切ったとこ、カイ君が噛んだせいでガシッていっちゃったのかなって僕は思う。ああ、まあそうね、でこうやって何度も何度も噛むもんだ、チビやってきたよ、ちょっとって、嫌だ、そうそう、もうちょっとコビやめなよって言ってるような感じにも見えますが、怖くてもビビって言っちゃった、言っちゃったね、またやってきた、まだ噛まれてるよ、あ、チビもやってきた、もみたくない、本当だよね、もみたくないって、でもすごいね、こう出産、産卵した翌日にね、また交尾っていうの、どんどん卵生まれるってことだね、噛み直したね、これ反対側に来たね、わー、ぐるぐるガシャーン、落ちてった、その様子を上から眺めてるチビ、でもね、チビのお腹見て、膨らんでる、結構大きいでしょ、うん、ということはだから、うん、ま、前産んだのはリンちゃんだけかもしれない、だけかもしれないし、チビのお腹にまだあったのかもしれないね、うん、ということで、うん、まだまだ生まれるかもしれません、はい、はい、チャンネル登録とグーナもよろしくお願いします。次の動画もお聞きください、バイバーイ、バイバーイ。